今回は最近僕が総額7万5千円ぐらいで買ったキャンプギアを紹介します。まずはノルディスクのボストンバッグです。サイズの小さい細々としたキャンプギアを一つにまとめたくて今回これを購入しました。大きさは65リッターで結構たくさん入ります。こんな感じでリュックみたいに背負うこともできます。で、中身はこんな感じです。これはテント用のポールなんですけれど、オムキってところので、袋を入れた状態で80センチぐらいの長さがあるんですけれど、バッグに入れることができました。コールマンのランタンも一緒に入りましたが、ランタンはなんとなく立てた状態で別々で運びたいので、今後はバッグに一緒に入れることはないと思います。で、そう、コールマンのランタンも今回買ったんですよね。自分のテントには緑色よりシルバーの方が合っているような気がしたので、なんとなくシルバーを選んでみました。早速試しに点火してみたいと思います。で、今回外のマイクロトーチも買ったのですが、今まではジッポのライターを使ってきたのですが、あれ見た目はいいんですけれど、オイルの補充とかがめんどくさいですし、キャンプだとどうしても使い勝手が良くなかったんですよね。で、この外のマイクロトーチだと火がまっすぐ出てくれるので、狙ったところに着火させやすいんですよね。で、今これはマントルの焼き入れをしているところですね。次にポンピングをしていきます。自転車の空気入れと同じ感じで固くなるまでポンピングします。いよいよ点火します。で、マントルに火がついたら少しだけポンピングをまた追加します。はい、こんな感じで無事ランタンをつけることができました。続いてこれは MSR の OD 缶なのですが、上のバーナーの部分を持ってくるのを忘れてしまったので、今回は一応買ったということだけの報告です。すいません。これはキャプテンスタックのランタンハンガーです。僕は小川のタッソというテントをポールで一部張り上げて使っているんですけれど、そのポールにこのハンガーをつければいいかなと思って今回これを購入しました。試しにランタンをぶら下げてみたのですが、まあ良さそうな感じですね。ベアボーンズといったらランタンが一番有名な気がするのですが、実はナイフも作っているんですよね。このナイフは刃の部分が黒色でめちゃめちゃかっこいいです。試しにバトニングをしてみます。何気に初めてバトニングをするのですが、思ったより簡単に割ることはできました。まあ危ないので今度からはちゃんとグローブをつけるようにします。これはバーゴのチタンペグですね。チタンの V 字ペグを使ってみたかったので購入してみました。で、これはタラスブルバーのペグハンマーですね。木材のグリップの部分がホワイトアッシュでできているそうで、かなり丈夫そうな素材ですね。ハンマーとグリップの部分の重さのバランスがいい感じで、ペグを打ち込みやすかったです。で、ここは河原なので、土の下にたくさん石があるみたいで、ペグを刺すのに苦戦していますが、地面は比較的固めなので、刺さってしまえば、ペグはしっかりと固定されていました。
でしっかり刺しすぎた結果抜くのがめちゃめちゃ大変でした。ちなみになんですけれど、このペグハンマーは裏のフックの部分でこのようにペグを抜くこともできるのですが、瓶の蓋も開けられるようになっているそうです。はい、ではね、今回紹介したかったキャンプギアは以上になりますね。まあ、キャンプね、今月か来月に多分行くと思うんですけれど、実際に使ってみるのがすごく楽しみです。うん、ギアはね、今回紹介したギアどれもねすごく気に入ってるので、本当に早く使いたいなと思ってます。